雫石町は岩手県の中部に位置する岩手郡に属する町。西側は秋田県と接している。温泉やスキー場、小祝農場を要するなど観光に力を注いでいる町である。1993年には雫石スキー場にてアルペンスキー世界選手権雫石大会が行われた。雫石スキー場から見た岩手山と倉掛山詳細は 東北地方気候を参照太平洋側気候である。ただし、大湯山脈の登録に位置するため、降雪量が多く降雪地帯に指定されている。表記の石器が発見されるなど、その歴史は古い。町内各地の遺跡から、戦死時代にはすでに人々が定着していた形跡がある。大和朝廷の勢力が、雫石地域に至り開拓の手が伸びたのは、 延暦二十年の坂の上の田村麻呂の頃であった。敵石地域一帯に住む鬼の町大竹丸を雫石の西根地域の中の村に兵を集めて、田村麻呂がこれを攻め滅ぼした、と、岩十三延期に記載がある。中央が藤原氏の先制で、地方政治の統制が緩み、安倍氏などの偏狂在住勢力が台頭するに至る。安倍智義の六尾安倍住人が、 雫石に在住したが、公平5年に、安倍氏が、衣川作、栗屋川作で敗れると9月17日には戦死した。前9年の役後、清原武則が、守府将軍として、安倍氏の給料を、ほぼ制圧するが、清原一族の内乱から国資源、吉井への参加した後3年の役が、漢字元年に起こり、清原氏は滅亡。 藤原清平が清原氏の支配地を継承した。1189年、源頼朝が平泉の欧州藤原氏を滅亡させると、岩手西部を1189年に、日立相馬の平行左官に与えた雫石地域も、その時支配下となる。南北朝双乱の時代に、南部市、河村市、和賀市加西市とともに、南朝の北畑秋信に属し、 激しく足利方と対立する。南北朝時代には、雫石地域は、芝氏と戸沢氏が派遣を争う。その際、1341年に、北畠秋信が雫石に御所を置いたことが語源で、御所地区がある。三波様の戦いで敗れ、石巻の火災石を経て、雫岩木の河村六郎を訪ねてくる。1345年に、戸沢氏南部正長が、 北畠秋信と共に、芝氏を攻める。南朝側は、足利法の木良氏と畠山氏の不和や足利高氏と、足利忠義の不和の間劇を突き雫く、岩木を拠点として団結し、多賀城を陥れているが、その後雫石地域の記録はない。室町時代には、地方文献的な大名が各地に形成されたが、雫石地方は、 戸沢市の勢力圏として比較的安定していた。戦国時代手塚市、長山村の長山市、戸沢館の戸沢十郎などの勢力が台頭、境界をめぐり、騒乱を繰り返していた。天文九年、山古南部の南部高信部が、沼区内市、渋谷市、玉山市、田頭市、平立市を率いて侵入。戸沢市の身が復獣を拒否したために、 雫岩木が消失し、戸沢氏は千木軍に逃亡する。1545年、ひずめの芝氏の芝剪定が雫石里に侵入。一時雫石を支配し、芝五所を置く。この時初めて雫石の文字が使われる。その後、天正十二年に南部の武直の第二、雫石地域攻略が始まり、天正十四年に柴氏は敗れ雫石城は南部よ。 シャレの伝説を生み落上、再び、南部市の所領になる。南部市は、小田原で、豊臣秀吉に越見復従、所領安堵を許される。天正16年、雫石城は、豊臣秀吉の命令で破却される。その後、徳川政権の元南部藩の藩政下で280年間、幕末まで続く。雫石地域は、秋田藩との反社会を接していたため、 争いが絶えず、また、秋田街道の交易の利便性から橋は五番所が置かれる。雫石通は、元禄八年、法暦五年から六年、天明三年天明四年、天宝年,年間には、飢饉が起こり四大飢饉と呼ばれている。慶応三年、大政奉還を幕府が行うもとは、伏見の戦いが起こり母親戦争へと戦火が広がる。 森岡藩は奥上津列藩同盟に参加し、数の口と西保内口に皇軍勢を差し向ける。雫石里からは400名もの農兵が挑発された。野々村増美を総大将に西保内口に攻め入り、秋田藩と交戦するも地の利を得ず撤退した。森岡藩は勢世虚しく、降伏教順を官軍側に申し出るが、森岡藩の起伏が性格を欠くとの理由から、 国見峠に攻め込まれる。橋場口が戦場となる。この戦いで市村焼け落ち、またぎの余吉が、長崎ブリエン隊石膏隊長、福田栄之助を鉄砲で狙撃死させるも、春、牙から侵入され、雫石号は占領された。森岡藩の降伏が受理されて、戦争は終わったが現在に至るまで、官軍に占領された時の恐怖は、雫石町で語り継がれている。 詳細は、聖保内口の戦いを、参照詳細は、雫石、橋場口の戦いを、参照指定金融機関は、滝沢市に本省を置く、新岩手農業共同組合を指定している。町役場内には水道派出所ではなく、JA 新岩手雫石支所を母店とする、友人出張所が設置されている。岩手銀行雫石支店、北日本銀行雫石支店近年、 雫石中学校、雫石高校の生徒を中心とした、ドイツとの友好都市派遣団のやり取りを行っている。友好都市青少年留学の翼派遣団員が、正式名称。平成27年国勢調査より前回調査からの、人口増減を見ると、5.83%減の16,981人であり、増減率は、県下33市町村中14位。 高等学校、編集中学校、編集小学校、編集以下は廃校。雫石町内テレビ中継局雫石駅、一般国道、編集県道、編集主要地報道、編集一般県道、編集岩手三大ジェラートのうち2点があり、県内外のスイーツ愛好家が訪れている。網張温泉岩手雪祭り、宮沢賢治が雫石町の七つ盛り、 小祝い農場など町内にたびたび立ち寄ったという記録がある。小祝い農場の牧歌的な情景は雨にも負けずの死にも影響を与えている。雫石町の老いの森やざる森などが、県治堂は老いの森とざる森、ぬすと森のモチーフとなった。浅田次郎の時代小説、三吹岸伝の主人公、新選組大使、吉村勘一郎の目合わし図の実家が雫石にある。 という設定で、物語の舞台となった。津村秀幸の推理小説、北の旅殺意の雫石弁護士、高林あゆこシリーズでも、雫石側などが舞台となった。西村京太郎の推理小説、秋田新幹線小町殺人事件、戸塚和警部シリーズでも雫石が描かれた。幾田正親の推理小説、雫石道の駆手殺業でも、雫石の小祝農場 SL 館が、 舞台になり、修験道、義経伝説などが絡み合った物語が描かれた。ありがとうございます。